名古屋市営、新ポプールは、1933年から2009年まで、愛知県名古屋市畜作に存在した、プール施設である。1933年、名古屋市最初の市営プールとして完成した。競泳用の 50MX9 コースのプール、および飛び込み競技専用プール、さらに約1万人の観客を、収容可能なスタンドに、ライター施設を備えたものであった。 水泳大会開催時は、多くの監修が詰めかけ、露天も多く出展していたという。プール完成直後の1933年9月30日には、当時杉山女学校生徒の前畑秀子が、女子200メートル平泳ぎの世界記録をこのプールで、マーク、戦後は、古橋弘之などがこの地で熱戦を繰り広げた。なお、水泳大会の他には、 水上音楽祭と称したコンサートも開催されたことがある。1956年7月31日には第2回アサヒビールコンサートとして来日したエドアルト・シュトラウス2世の指揮の下で水上委員音楽の優と題した演奏会が開かれている。1972年に一旦閉鎖。敷地の一部を税務署や保育園の用地として分割した後、 1974年に大規模な改修工事が行われ、25メートルプールと幼児用プールに変更された。以降は水泳大会は開催されず、主に近隣住民の憩いの場として利用されてきた。英進一路の石踏みと畜作障害学習センター、進歩プールを管理する名古屋市教育委員会は、同プールの老朽化と入場者数の減少、及び、 財政の効率化を理由に2008年に廃止を発表する。これに反対する近隣住民が保存運動を展開し1万2000名分の署名を市に提出するも翌2009年2月に施設閉鎖を正式決定し同8月に取り壊し工事が行われた。2012年3月に名古屋市上下水道局畜産営業所がこの地に移設されている。 かつてこのプールで活躍した古橋の記号による衛進一路の石踏みが隣接する畜作障害学習センターの駐車場に2010年3月に混流している。最寄りのバス停であった名古屋市営バスの進歩プール前はプール廃止に合わせ2009年3月より進歩町に名称変更された。ありがとうございます。